はいどうもラリホンです。とはいえ今回はスピリッツ配信の切り抜き動画ということで2回分かな、2回分の配信のまとめなんで、まあ、かなりちょっとね内容濃くなってるんでよかったら最後まで楽しんでほしいんですが、今週の日曜日ね、まあ、お昼頃から以前から告知していた星1限定スピリッツ大会というかリスナー最強決定戦をねやろうと思ってるので、ルールがアタッカー本体とサポーター全部星1しかつけてはいけない、ただし流派は何でも OK みたいな感じでやろうと思うんでね、まあちょっと初めての試みなんですけど、まあ、星1やったらね、あの普段スピリッツ遊ばない人でもあのスピリッツボールとかショップとかですぐ買えると思うんで、よければ参加してくれると嬉しいです。また今回の動画みたいにね動画にもしようと思ってるんでね、よろしくお願いします。では本編どうぞ。はい、あーってやばい、さすがに帰ってきますか、やばい、いや大丈夫これは、あー様子見すぎたか、みんないや大丈夫、はい、このあの復帰展開で見ておくよりもめっちゃうまいかもしれない。さあさあ、嘘当たったら即死じゃねえかい、おーい俺スピリッツなしってやばすぎんだろ、おこれ何パー食らうねんこれ、もう嫌な予感するよこれ、スピリッツついとってもアホみたいなダメージ食らうのにこれ、試しにちょっと魔人剣してみようかな、最大火力を食らってみたい、10パーからやってみろよ、え一撃400パーですか、許せねえな、400パーの恨みをちょっと、あよ、ああリベンジなしで 100% ですか、なるほど、うーんやるじゃん、あれもう見せてみろよ、もう勝てねえもんこっから俺絶対に、うんいやめちゃくちゃ、じゃ次は勝ちます、うん、いや勝てるよ俺、正直なんでさっきの試合あんなに食らってあげたかっていうと、まあ動画のためっていうのもあるんですけど、あの勝てるからフルセットにする自信があるんで、フルセットにする自信があるんですよ僕これ、はい、横尾するでしょ、横尾、横尾じゃない、はい、よいしょからの、はい、よいしょからの、バカバカ、はい、勝てる自信があるからやってるんですよ、ーいダメージ全然入ってない、逆に俺の方は、うん、俺の方はダメージ空後 5%DA5%DA5%つかみ2%DA5%、 何だ人に不可能はない、誰だよ何これ、なんか私服着てるワニが来たな、アインシュタインみたいな、アインシュタインみたいなワニ来た、ドンキーの絵柄って感じやな、はい、これが確定してしまうってマジ、まあ、最後のウィビは非確定だけど、お手軽即死構成やったのか、誰だっけこいつ、え、こいつ知ってんだけど誰だっけこいつ、まあ、星1なんかよ、はい、えなんだ足速っ、うん、足速すぎやろ、あスピリッツボトルに持ったか、やから見覚えあるんだわ、やったから、おいおいおい、えもう何が星1負ける気がするやねん、ベコ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 、しっかりそのコンボ入る構成にしてんじゃんけ、負ける気がする言いながら即死コンボ搭載ですよ、うん、即死コンボ搭載機ですよこれ、溺れた、ちょ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 、おい空中 N 部門もあんのこれ、空前だけ違って空中 N 部門の即死もあんのこれ、いや負けてはいけない星1に、俺は負けない星1に、あ参加ライドもいいですよ、泣いてねえその機動力はってなんで事故ねん、え霊術ドライブを握力でかき消しましたよ僕、はいお願いします、あ大した、おい BGM 合いまーってちょっとおもろいもんこれ、なんでこの BGM でその構成やねん、ちょもう英雄の証が始まったって壮大すぎるって、なんでこの構成の時の時にこの壮大 BGM、
そんなやばい敵これ。かわいてこれる。頑張った。ちょ、強くね？今のコンボ強くね？やばい。ちょっと待って、足速すぎて上砂思いっきりスルーしてるのめっちゃおもろいけど、なんでやねんなんでだよ。カモンカモン。え、あ、なんこれ、よしよしよし、なんこれ、よしよし、なんこれ、やべえ構成来たって。おーい、よしよしよし、やばい構成来たって。おい、バカでしょこれ。こんな膝神に褒められてもちょっと嬉しく、いや、まあ褒められるのも嬉しいか、うん、別に膝神でも褒めてくれる人は嬉しいか。いや、こんな構成に、そんなはずじゃないのに頑張ったら抜けれた。魂のこれ、魂のずらし、魂のずらしで無効化。え、これアーマー、アーマーじゃん。抜ける抜けやんの問題違って、これカービィはスマッシュとかガノンみたいに攻撃判剣判定でゴリ押しできねえから、これ普通につらいな。これストックさ勝ってるんで、これ殴り毒なんですよね。どんどんダメージが増えてますよこれ。はいはい、よいしょ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 、俺が勝つ、俺が勝つ、これ俺がゴリ押しで勝つ。おらおらおら、もう 100% だぜ。おら、ストーンだ、ストーン、早い、ストーン、ガガガ、ストーンで倒おらんでも 100% 溜まってんだこれ、気がつきゃ。おら、はい、え、対策では、あ、弱は強い、しゃがみ下強で対策じゃん、対策空上に避けるじゃんこれ。連打勝負だ、どっちの方が先か俺の方が早いんじゃん、これ俺の方が連打早いよこれ終わりを迎えた。バチコーン、何ですか、何か指定コンボがある、魔人ゲージバリ、ジャンプタッカそんなに飛ぶ、魔人ゲージバリとか違ってもそれがおもろいよ。ええ、おい、それ帰ってくるぜこいって、始まってしまいました。この時がストック不利な僕にとっては結構地獄でございます。これどうしたらいいんだよこれ、タイミングずらしてみよう。あっだからさ、崖上がりだけ異常なんやってなんだよそれ、なんなんそれ、受け身からのジャンプキモすぎやろ。はい、勝ったわ。あ、電撃強化なんや。で、ピチューにちょうどいいな。はめられてるんですけど、抜けろ、ちょ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 、これピチュー限定ってこと、ピチュー限定のはめ込むってこと、やからピチュー使えっつったんこれ。ちょ待って、俺のズダシが通用しねえ、ふぅプリンもう顔モザイクかかってるやんギラティナの立ち絵がでかすぎてもうプリン顔隠されてるやん。一発割れありえるか、そんマジで割れるやんさすがに一発割れはないと思ったのにガチで割れるやん今マジで手癖でやったわ、今完全に癖でガードしちゃったわ、うん、これマジでガードしちゃう癖がある人は結構天敵な感じの構成かもね。これついやっちゃうよこれ、ガード、私ね、ガードをさせてくれないって、そのガードを禁止させるっていうのも立ち回りとしてはいいよね。あの一個技を削るというか、敵のガードさせてくれやんっていうのも結構逆にこっちの調子狂うよね、うん、っていう意味ではめっちゃいいかもねこの構成です。がメテオー、オッケー、下投げ、空母空母空母、あ、入らへんどんだけ踏んねん空母。お互いジャンプ一個違いで、何今の今の崖上がりやばいや、え、今の崖上がりやばない、テクニック極めるとあんなんだけどやな、入室のタイミングに広告飛ばすっていう、でかく、やっぱジャイアントか、大きくなっちゃった、大きくなっちゃったけど、え、嘘でしょ、まさかすジャイアント化しても別に強くなかった、まさか上やピで撃墜とか思ったけど、
ジャイアント化してもただの噴水だった。あのリアル噴水サイズになっただけやった。公共施設になっただけやった。公園ですかみたいな。ちょっと夏に子供に人気な公園ですかみたいな。月光下の空中前とか横詰まって剣攻撃に入るの。あれは剣じゃないのか。入るんだ。剣に入るんだね。うー、あぶねー。うまっ。えっ、あっ、えっ。ちょっと待って、それはちょっとわからんかった。あまりにも強すぎていくつかのスピリッツ部屋からデキンくらった。デキンスピリッツやって。なるほど。おいおいおい、バカバカバカ。でボーリングもあんの。おい、これでボーリングあるの、ちょっとグロいって。さあ、うわ、しかも復帰も好きな人。さあ、デキン食らった構成らしいが、それをちょっと倒していくわ。うん、トワプリこそがやっぱデキンスピリッツやから。トワプリがのがいっちゃん強いから。激ムズすぎる。よしよし、パチカス。その時やばい、その時やばい。おい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 、嘘嘘嘘嘘、頑張れこれはラリホン配信もデキンかもしれん。うん、あまりにも強すぎてできん。強すぎてできんってやばいな。もう好きないもんね、見た感じね。かなり。エイストック奪えへんぞ。すべての攻撃が無効されるからさ。ガノン、イストックは奪うんや。頑張れ、ガノン。ボーリングだけはやめてくれ。よし。イストックは奪うんだ。何やってんねん。ああ勢いやばい、勢い。当たってな、当たってる、当たってたわ。あぶにゃい。え、ナチュラルに決まるやん。激墜演出もなしに。いいよ、これは。いや、よし、耐え耐え。え、マチャヒロ、今のはどういうことかな。今の横スマひどかったな、かなり。